はい、今日は4月18日です。18日。ブルゴーニュです。意味がわかんないですけど。4月18日がブルゴーニュ日なんですかね。なるほど。17はマルベックデーですか。あ、なるほどですね。昨日はそうでしたからね。ということで、今日はブルゴーニュの、まあ、深海ですね。いろんな生産者とインポーターさんがね、出していらっしゃる。年に1回だね、これですね。そうですね、うん、で今日終わった帰りなんですけども、非常にいいものがありましたし、ぜひねこのワインをぜひインポートしてほしいというふうな素晴らしいワインもありました。いや感動したね、あのワインは。あのワインは本当に感動した。なのでぜひねそれを飲んでほしいということで、ぜひねこれご覧ください。あのちゃんと紹介もします。こんにちは。はい、フランスブルゴーニュですね。今日もフランスブルゴーニュだけなんですけど、はい、まあこれ、はい、ドメネ・コルディエさんですね。コルディエ作るサンベラン2022年5800円です。はい、インポーターはジャラックスさんでございます。やっぱり素晴らしいですね、ジャラックスさんね。いいものをねいい状態で持ってきてくださる、まあいろんな国もやってらっしゃいますね。やっぱり JAL の系列のところなんですけども、本当にいいものが多い。アメリカもいいんですよ。でも今回は、ね、このブルゴーニュコルディエ、果実味がすごい綺麗にこう伝わってきます、ね、もうね僕たちねこのコルディエすごく好きな生産者なんですけども、やばいっす。うまいっすね、これはうまい。本当に下のマコンオーバーダリエとか上のプイヒュイッセビービーのめちゃくちゃ美味しかったんですけど、うん、ちょっと今回は、ね、この長々サンベランを選ばせていただきました。やっぱりサンベランってやっぱりこう、まあ、名前聞いたことない人多いかもしれないですけど、まあ、マコンよりもやっぱり上の級別ですし、プイフィッセのちょっと下ぐらいのレベルって考えてもらえばいいんです。ちょっと厚みもありながら、うん、なんかどことなくエレガントさを残しつつというか、非常にこうみずみずしい果実があったっていう。最高です。やっぱアフターの、ね、伸びも素晴らしい、はい、これやっぱりねこう開けたての、ね、こうピチピチした時から素晴らしく美味しく飲めるので、うん、ぜひねそういうことで楽しんでもらえばいいと思います。そこまでこう樽臭さとかは感じないんですか。そうだね。じゃあマリアージュポイントお願いします。あ、じゃあソムリンポイントお願いします。4.9 でどうします。あ、いいと思います。じゃあ何かいきますか。マリアージュポイントこれ難しいんだよな多分。なんかさ、それこそ、教科書的にはさ、はい、クネル、川マス、川マスのなんか、いやいや、あるんですよ、ブルゴーニュでも。はい。で、それのなんか、いい感じのやつも、確かにありだろうなっていうふうに思っちゃう、うん。ちょっとクリーム系とかにしたいんですよね、うん。非常にいいと思いますよね。あと、日本で軽く食べるんだったら、なんだろうな、僕結構、すみません、ポテトチップスとかいいかって思っちゃいました。うん、いやすごい、はあ、確かにね、パリパリな飲みね、クリームソースが欲しい、ね、クリームサワークリームソース、ーム、ね、最高だと思います。はい、すいません。フランスブルゴーニュですね。同じくマコネ地区。今日はあんまりこう日の当たらないブルゴーニュみたいなテーマもあるんで、シャブリとかマコネが多いんですよ、ね、そうですよね。皆さん買ってほしいやつってなったら、まだ残ってたのがシャブリと まあ、マコネになってしまったっていう感じでございますね。あとはコートシャロネーズとかですかね。ですね、うまいっすこれ。今回はですね、グラッパン、グラッパンマコンビナージュデュグラッパンです、ね、はい、2020年の5000円ですね。お値段5000円。はい、インポーターがジェロボームさんですね。ジェロボームですね。いいですね、素晴らしいですね。正直グラッパン、亀さん会で、メンバーが1本持ってきてくれたんですけど、びっくりしました。いやこれ今回の方がやっぱりちょっとなんかちょっと来ちゃった、僕たちの食中に。これは多分別ぐらいのうまさですね。これね、製法はブラックシャルドネって言われるような、本当にガッチリ酸化させて作る形です。それをここまで綺麗にしてるっていう、確かグラッパンはそうだったと思いますけど、同じく2022
1年のですね、グラッパーさんが作るアリゴテがあるんですけど、金額高いんですけど、あっとこれだね。こっちの方がめちゃくちゃうまいんですよ。うまいね。うわ、これはもうなんか、うまみの深さとやっぱり余韻の長さ素晴らしい。20のやっぱりマコネいいんだろうな。いや、素晴らしいです。飲んじゃいますね。うまいな。さあ、サマリンポイント。5000円ですよ。いいよ、いいよ。いやでも炭火とぴったり5点どうでしょうか。5.1 1ですか。これ5.1でしょ。これでも 5点でも相当レベル。いやこれは超えれば全然超えていいと思う。やばいっすね。多分2024年のベストに入る可能性あります。いや本当にちょっとこのグラッパンに対して僕たちが今後また推しでいくと思うので、ね、ちょっと21多分ちょっと弱いヴィンテージカーなんか3が立つのでちょっとあれですけど、また2223とすごく楽しみな生産者です。さあこれは2020年なんで、うん、そこだけちょっとあの強く押しておきたいな。さあソムリンポイントあげて、はい、何が食べたいですか。さっきから何か間違えたな、ごめん。迷いますね。また難しいですね。また難しいね。でもこれはさ、肉とかまで行ってしまった方がいいかもね。これ系だったらちょっとシューマイとか餃子行きたいな。なるほど。ちょっとあのポン酢とか合いそうな。僕ちょっとなんかこう周りをカリッとバターで焼いた鶏肉とかがいいと思いますね。ちょっと肉がいいですよ ね。いいと思います。ういっす。はい。フランスブルゴーニュですね。はい。マルク・ソワイヤールさんの作る、でプリムール2023 5500円。ドメインド・クラですね。クラマルク・ソワイヤールでございますね。まあ話題のところ、はい、もうね、あんまり買えないんじゃないかな。これを放送した時にはもうないんじゃないかなと。2023年、でもうね、本当作ったばっかりのワインなんですけども、まあ、これをね、まあ、出してらっしゃるっていう、まだ面白いんですけど、はい、もうね、これ、ね、基本的にはもうね、インポーターの在庫はないらしいので、酒屋在庫で探してください。でもなんかね、まあ、インポーター、木下インターナショナル。はい、木下さんです。非常にね、さっぱりとした口当たりで、はい、うまくね、こうすぐ飲めるように綺麗ですよね、やっぱり。うまい。本当にやっぱりこう、まあマルクソワイヤルなんで、一番上がビゾですね。ビゾの弟子っていうことなんですね。ビゾの弟子のやっぱり味わいってやっぱりこういう風な感じなんだろうなと思わせてくれる、そんな甘いんです。めっちゃ飲んでました。ストレスなくガンガン飲めるんでね、ストレスないし、これはね、本当にいいワインだと思います。さあ、ソムリンポイントお願いします。ソムリンポイント 4.3 です。まあ、ちょうどいいですね。いいですね。うん、2023年の出たてでこれだから、かなりもうちょっと上がるんじゃないかな。まあ、もう多分、本当に23年のちゃんとした熟成をかけた、本当にちゃんとしたワインだったらもっとね、上がりそうなワインだと思うので、ぜひね、これ試してみてください。はい、何食いて、カモとか食べたくなっちゃう。まあ、そうだね。うん、まあそれくらいのやつにも十分バッチリ合うような感じだと思います。おっす。フランスブルゴーニュですね。そうですね。シャブリ、はい、まだ未輸入です。素晴らしい。シャトードビビエさんの作る、こちらがですね、コタグランクロード、うまい。2022ですかね。2022ですね。ちょっとしゃぶり系のものが3つ並んでて、でそのうちの一番上のキュベではあるらしいのですが、ちょっとグランクルとかとかそういう風な枠組みじゃないんですよ、うん、これは。これはすごいです。なんだ、正直むちゃくちゃ感動してる。まだ日本には入ってきないのがちょっと悲しいですね。ですね。向こうの王室系とかね、いろんなところにそう下ろしてらっしゃるということなんですけども、いやー、これはすごいよ、本当に。グランクリューではないんですけど、グランクリューなんですよ ね。もうね、今僕この飲みながら、あの、なんだろう、この
牡蠣とかのいう用土感というかね、はい、そのまあ、スコッチのアイラ系のその香り、用土感というものをね今ねこれでは非常に感じながら、ここまで果実味を豊かにしつつこう出してくる、これニヤニヤします、ちょっとね感動してます僕は。深いな、深すぎる。これちょっと寝かしても面白いでしょう。いやむちゃくちゃこれ点数高いぜ、うん、今日の中で一番点数高いでしょこれ。金額もちょっと分かんないんですけど、うん、点数的には6.4 はどうでしょう。いやもうちょっと高くていいかな、これちょっと待って、これ5超えますか、6.5。なんかここで2人でさ、なんかさこうやることあまりないんだけど、いやちょっとね、もともとの点数よりもこれね 6.8 でもいいかな、7とか 7、うん、7いってもいいかなと思ってたんだけど、あ確かにな、7るか、いきますか、ね、いっちゃうかこれ。まあでもいやこれすげえ生産者だと思う、未来を ね未来ちょっとこれすごくいいと思う。あやっぱうまみが違う。でもグランクリュー系ですよね、うん、全然グランクリューじゃないんですけど、畑的にはめちゃくちゃいい。いやこれはしびれだ、正直あの僕たちが今回さ定期便で出してる、はい、あのベルのさ、うん、あのしゃぶりあれもうまいんだけど、これあれ超えてると思う、これ今回は。うまいっす、いや本当にすげえいいワインだと思う。ぜひねこれね、あのまだインポーターついてないので、はい、ちょっといいインポーターさんねを買っていただけばすげえ嬉しいです、はい、よろしくお願いします。あとは金額次第ですかね。間違いないですね。何食いたい？餃子っすか？これは餃子っすか？そうですね。あとは天ぷらとか。そうですね。ちょっと油物食べたくなっちゃう。そうですね。あまりにもこれがすごすぎるので、やっぱりちょっとこれを支えてくれるような味わい欲しいです。お願いします。はい、以上でございました。どうでしたかね？やっぱ4時間。そうちゃんと一周はできたね、はい、でも本当ギリギリなんか、ね、かなりの人数の方がいらっしゃってたんで、ちょっとね日本の方もそんなに用意しないから、すでに大事とか、ね、私はなんか終わりやったけど、ね、結構人気のインポーターさんだったらもうすぐワインがなくなっちゃいましたね。やっぱさすがでございました。ということで今日はこれ以上でございます。明日あったっけ？明日はないです、金曜日ですから。ないか、やっと休める。ちょっと今週きつかったね。ちょっと疲れちゃう、ちょっと体が重いっす。重いね。ということでまた、来週、来週何があった忘れたけど、来週は来週結構ある気がする、うん、あるね。またねゴールデンウィークまで結構あるよ感じがしますからね。はい、じゃあまた次回お会いしましょう。ありがとうございます。